2018年度の入れ替え戦で勝利し、トップリーグに戻ってきた三菱重工相模原ダイナボアーズ。これまでトップリーグの舞台で一度も勝利を挙げることができませんでしたが、今年の2月、ついにトップリーグ悲願のチーム初勝利を挙げています。そんなチームを牽引しているのは土佐誠キャプテン。3年前まで NEC のリーダー選手としてトップリーグを戦っていた選手です。ではその土佐キャプテンの声聞いてみましょう。久しぶりにトップリーグに三菱重工ダイナボアーズの選手として復帰したときに、いろいろなことが変わってるなと思いましたね。ゲームのレベルであったり、ファンの皆さんのこう知識の深さやサポートの厚さっていうのは、数年前と比べ物にならないぐらいいい方向に変わってると思いました。ずっと応援してくださってたサポーターの皆さんからはやっと一勝することができて、それをホームスタジアムの方や祇園スタジアムで見ることができて本当に嬉しいとこう声をかけていただいたので、ファンの方たちだけじゃなくてダイナボアーズに携わってくださったみんなからこうやっと勝てた、よかったっていう声が聞けて、僕もあ、よかったなと思いました。ファンのためにも勝ち続けていきたいチームが補強したのが、イーリ・ニコラス。パナソニック、神戸製鋼と強豪チームで優勝も経験した選手です。2018年の12月に初期に勝ってトップリーグ上がってきて、で今年のトップリーグで初勝利。すごい勢い乗っているチームだったので、それに貢献できたら、新しいチャレンジとしていいなって思って、で、はい、9番がメインなんですけど、今はこの4年間10番がメインだったんで、ちょっとずつ9番のその感覚を取り戻して、フィットネスも取り戻して、9番で貢献したいです。はい、今まで僕が経験してきたこと、習ってきたことを若手に教えて、それで若手たちが自分の気持ちを、どんどんものを言える環境を作っていきたいと思います。ニュージーランドのマイケル・リトルら一部の選手の合流はこれからですが、土佐キャプテン、次のシーズンに向け静かに闘志を燃やしています。いや、すごくいい選手が集まってるんで、これで下位にくすぶってるような結果を残すのは本当にもったいないですし、相模原の応援してくれてるみんなをがっかりさせたくないっていう思いもあるんで、その台風の目になるというか、自分たちのプレー、プライドを持てれば、対等に渡り合えることができると思いますし、もちろん勝つことを目指してどの試合も僕たちは戦っていこうと思っています。